サムに笹一つ食べ過ぎて、暑いやの。私としたことが滅相な今までの源次郎様とは違う。久義様のご家来、堀尾茂助義春様。侍の女房が孤児の人どうさしゃんせとは言われまい、今から行儀改めて我が妻にはお今へござってお休みなされ遊ばしたら自らは叱る病存じますると陰陰に武家の三つ指では文字神経や Yeah.
女房を去った縁切ったぞ。しえ語るに及ばぬ措置が史上五郎助殿が手にかけられし茶碗屋の主現在もんな我がためには義理ある親ことには隔つ敵味方知らぬ夫ともかくも知っては変死もそうことならず人間の印はこの一腰かなわぬ縁と諦めよ立ち上がる裾引きとどめまあまあ待ってくだされ最前からのあらましは襖の陰にて聞きましたとは言いながら情けない杉氏大世の睦ごと Oh.